一番くじ。リ。ゼロから始める異世界生活。アニマルパレードが3月11日に発売するので、紹介していきます。こちらは1回800円で、1ロット80本ですので、すべて購入したら6万4000円になります。A 賞はレムのフィギュアです。バニー姿のレムがフィギュアとなって登場。 耳から尻尾まで愛らしい姿を表現。当選確率は80分の2で2.5%です。B 賞はラムのフィギュアです。バニー姿のラムがフィギュアとなって登場。もこもこ風の衣装が可愛さを引き立てます。当選確率は80分の2で2.5%です。C 賞はイラストボードです。1番くじオリジナルの描き下ろしイラスト。 レドラムが並んだイラストボードをご堪能ください。当選確率は4 80分の4で5%です。D 賞はアクリルスタンドです。1番くじオリジナルのかきおろしイラストを使用したアクリルスタンドです。当選確率は8 80分の8で10%です。E 賞は小皿です。チョコのっこイラストを使用した小皿は小物を置いたり飾ったりして楽しめます。 当選確率は80分の14で17.5%です。F 賞はキャンバスボードです。1番くじオリジナルの書き下ろしイラストや、ビレイイラストをラインナップしたキャンバスボードです。当選確率は80分の22で27.5%です。G 賞はラバーキーホルダーです。テーマはパレード。1番くじオリジナル衣装に身を包んだキャラクターたちは、 集めて並べるとパレードをしているようなデザインになっています。当選確率は80分の28で35%です。ラストワン賞は、ラストワンバージョンのレムのフィギュアです。バニー姿のレムがラストワンでしか手に入らないカラーリングで登場です。春らしくかわいい姿のレムとなっております。以上で一番くじの紹介を終わります。 ご視聴本当にありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。